どうも20秒ゲーム実況のポテトです。さあさあ、今回はね、プロスピエースのダルビッシュセレクション60連やっていこうと思います。狙いの選手はね、菅野選手とダルビッシュ選手ということで、この2選手がね、引けたら万々歳ということでやっていきましょう。もうね、こういう確定がないところでね、バンバン引いていきたいですね。さあさあ、見ていきましょう。10連目どうなるのか。渋々演出ですね。まあなかなか10連目では当たらんよね、多分。はい、当たりませんでした。やっぱりね、今回のプロスピのこのダルビッシュセレクション、結構いろんな YouTuber の方引いてると思うんですけれども、なんか700連ぐらい引いてるお方とかいましたね。22万円分ぐらい課金して全然出ないみたいな。そうなったら、まあ無課金の僕からしたら、まあまあほんまに最悪ですね。そんな700連なんかね、引けないですからね、全く。そうならないようにもう本当に願うばかりですね。さあ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 、来てほしいですね。まあまあ引きは今のところものすごく悪いですね。まあ30連目次でね、あの確定があるんでね、まあどうか菅野選手とか、まあまあダルビッシュ選手ぐらい来てほしい。本当に来てほしい。最近僕頑張ってるよ、学校の課題とか。結構ね、結構頑張ってるよ。それのなんかご褒美的な感じでポンって出してほしいね。おお、あ、ちゃう。確定ですね、これは。確定で喜んじゃおしまいですよ。ここら辺でね、止まって、ブルルパンってなってくれたらいいんですよね。それがね、あれですよ。2枚引きというやつですよ。この前、え？あ、これ、来るぞー。くー！いいですね。まあ、鳥谷選手、ありがとうございます。僕昔からね、阪神タイガース好きなんでね、これはまあ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 嬉しいですね。今僕のリーグオーダーとかはね、あの強打選手を使ってるんで、まあまあ全然 OK ですね。鳥谷選手にこうスイッチですね。さあ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 、40連目いきましょう。まあまあ鳥谷選手もね、嬉しいですよね。結構僕好きなんでね、阪神タイガースが。やっぱりあの土の甲子園でずっとあの華麗なる守備を見せてたというところで、本当にもう惚れ込んでますね。今はロッテに行ってるんで、ロッテでも活躍してほしいですね。さあさあ、40連目行きましょう。40連目でもね、もう早く出てほしいですね。僕のこの胸の高鳴りを早く止めてほしいね。頑張ってね。ふい！松田選手。なかなかに今のところ S ランク1枚なんで渋いですね。おっつき、おつき様が出てきておりますね。長司くん、50連目やから、まあまあもう1枚ぐらい欲しいな。もう1枚ぐらい欲しいね。お、あー違う、まあレアード選手はいいですよ、 S ランク持ってるんで。はい、全然来ない。次ラストですよ、やばいね。これエナジーの数変わってるんですけど、これはねもう本当に頑張って貯めました。そう、調子くん、絶好調。いいですよ。いいですよ。これ来てほしいね。来てほしいね。2枚引きぐらい来てほしいね。どうやろ、これはあるんかな、わからんわ。とりあえず見てみましょう。くい。途中で止まれ。と、ダルビッシュの You 来たね。You なのよ。ここで You が来るのよ。すご。もう他どうでもええよ、確定とか。
優が来てるから、石川選手、ダルビッシュ選手とキャッチボールしてた人や。優絡みなのよ。優を、焦る、心臓に悪い。確定もあるってこと？吉則選手、かぶりもゼロですから、これは、いいですね。ちょっと本当にもうなんか1ヶ月分ぐらいのカロリー消費した気分ですね。はい。嬉しいです。ダルビッシュ選手も吉則投手強いって言ってたんでね。嬉しいですね。いやー、マジ ?3 枚引き？スクショしとこ。スクショしとこ。ありがとうございました。3枚引き。ウレピーです。ありがとうございました。